バンルージュ君、お話し中失礼しますよ。学園長。迎えの馬車が来ました。出発の時間です。もうそんな時間か。楽しい時はあっという間じゃな。お待ちください、リリア様。まだ若様とシルバーが戻っておりません。出発の前にせめて一目だけでも。良いのじゃ、セベク。馬車を待たせるわけにはいかぬ。あの二人にはお前からよろしく伝えてくれ。そんな。500年以上前のことじゃ。茨の谷の王城に一通の手紙が届いた。黒い封筒に入っていたのはわし宛てのナイトレイブンカレッジの入学許可証だが、当時のわしはこの学園の門を叩くことなど考えられずにそれを捨ててしまった。数年前、あやつが王室の書陵部に保管させていたと知った時は驚いたが、今はその粋な計らいに心から感謝しておる。そしてディア・クローリーよ、老齢のわしの入学を許可してくれたこと礼を言う。500年以上前の許可証を持った生徒が現れるなんて想像もしていませんでしたよ。ですが、学びたいという気持ちと入学許可証さえあればどんな問題児でも受け入れる。それが我がナイトレイブンカレッジのポリシーですから。あらゆる種族が共に過ごし切磋琢磨する学び屋での3年弱、まさに夢のような時間であった。名残惜しいが、皆の者、さらばじゃ。